試合の前に数字を見られる打っているのが他の動画を見せて天候を見せたのです。いや、運動を見たのは最高の運動だ。昔と今比べるとなぜ勝ちにくくなったと言われるのかを個人的な意見で説明していきたいと思います。で、昔と今何が違うか主に3つです。1つは交換率の推移、2つ目が客数の変化、3つ目が大単価の上昇。この3つの要因で昔より勝ちにくくなったと言われるのではないかなと思っております。ではまず今回は交換率の推移を見ていきましょうね。昔90年代後半から2000年初頭の静岡県三島市の交換率は44玉でした。20年前は40玉で、2010年10日になりました。まずこれを覚えてください。90年代40玉、2010年10日交換。僕まだ90年代後半から2000年初頭は三島市に住んでて、友人ともよく遊んでたんですね。友人のお母さんともちょくちょく会ってたんですよ。友人のお母さんがギンギラパラダイスという台が大好きでね、あの95年に発売されたやつで、で大当たり確率が220分の1ぐらいから250分の1ぐらいでした。で大当たり出玉が2300発で 50% の確変、そういう台でした。それをね好き好んで打ちに行ってて、勝ってたらそうなんですよ、まあ40玉交換だったし、まあ40玉交換ね。その当時2010年、もう僕パチマガに入ってて、まあ、スカパーとかにも出させてもらっててさ、で久々に友人のお宅にお邪魔したの。帰省した時に友人のご両親がスカパー見ててくれててさ、私の番組を見てたわけで、まあお邪魔したら、うおーくじぐちゃカチカレカチカレっつって、まあこんちゃんって呼ばれてたんだけど、いやスカパー見てるよ、相変わらず面白い君っつって、そうですか、ありがとうございます。まあ気持ち悪い、いつも通り気持ち悪いジャイロで対応してたんだけども、でそこでまあお酒も入って、どう最近みたいな話をしてて、こんちゃん勝ってるって言われて、うん、まあちょっとしんどい時もありますけどなんとか勝ってますよみたいな話にした。あーやっぱこんちゃんうまいんだなーつって、あーと最近勝てねえんだけどどうしたらいいって相談を受けまして、あって思ったんですよね。この理由は僕結構すぐに思いつきまして、で2010年は10日になっちゃってました。で90年代は40玉でした。一つにね交換率の変動があったなと思うんですね。これを説明していきます。40玉交換の頃だと10日交換のボーダーが 100% です。機械割り10日交換のボーダーしか回らない台ってほとんどなかったんですね。もう少し回してもお店は利益出たし、10日交換のボーダーだとお店が儲かりすぎちゃうんで、そこまでひどい台はほとんどの店が置いてなかったです。僕もほとんど売ったことないね、そんなひどい台、20しか回んねえなんて台で。ここがポイントで、だいたい23から4ぐらいは回してくれてたんですね、どこのお店も。ここがポイントで、現金投資で打つとマイナスになっちゃうんですよ。例題を挙げると、例えば全て現金投資で打ちました、10万発分現金投資でぶち込んで12万発出しました、2万発プラスじゃん、機械割りで言ったら 120% じゃない。でもこれ負けなんですよ。現金投資で10万発全部売っちゃうと40万円投資してます。12万発返ってきたけど40玉交換 2.5 円交換だと30万にしかならないので10万円負けます。このリザヤでお店は利益を上げてたんですね。だから損だって考える人もいます。今特に交換金を味わっちゃった人は、定換金は損だ。ただここがポイントで、逆を言うと機械 100% を超える台しかなかったから、持ち玉で打ったら勝てる台に変貌するんですよ。当たって出てきた球で打てば。でお母さんはだいたい朝の9時に開店なんですね。朝の9時から夕方の5時くらいまでよく打ってたらしいんです。8時間ぐらいか。で当時の台は消化効率も良かったんで、でギンギラパラダイスは大当たり確率も高めで2300発も出る台だったんで、おそらく8時間のうち6時間からぐらいは現金投資をやめて持ち玉で打ってたと推定できるんですね。ということは最初の2時間負けの戦をしてるけど、残り6時間は機械割り 100% の台を打ててたんで、弾でね。
まあそりゃ勝つやろうなって僕は思ってたの。90年後半とか2000年初頭でお母さんの話を聞いた時で、それが等価交換になってしまうとどうなるかというと、お店はお客に金を配るためにやってるわけじゃない、利益をもらわなきゃいけないから、必然的に機械売り 100% のを超える台を置けなかった。いつどの条件下で売っても負ける台しか置けないわけ。そうだよね、だって金かかるもん、人件費だったりさ、光熱費、台だ、寝台だって買わなきゃいけないってなるとね、そうなると店にあるほとんどの台が負けてしまう台になってたわけですよ、どんな状況でもね。語弊がある言い方するけど、素人さんはいついかなる時も負ける、やはり機械で 100% を下回る台しか打ち続けて、だからそれは負けますって話。対する定換金、20年前は素人さんでも持ち玉にさえなっちゃえば目の前の台は機械割り 100% を超えるんで勝てる状況で打てることになってたわけです。いわゆる勝てるタイミングがあったんですよ、素人さんでも。それもあって昔の方が素人さんにとっては勝ちやすかった、僕らももちろんそうだけどね、と感じられる要因の一つかなと思うんですね。でこう聞くと、あ、じゃあ定換金は神で交換権利はクソなのかって言われたら、まあどっちもメリットデメリットはあります。またこの話をすると、定換金でも回んねえよ、店は回んねえよって言われるんだ。でもね、そういう人ってね、定換金のダメな店と交換金のいい店を比較して行ってくることが多い。絶対に交換率が低い方が回せるから。今東京都内は10日から28玉交換になったけど、10日の頃より回してますから、ほとんどの店が。まともなお店は絶対に10日の頃より回してます。それでも利益出るしね。だからといって、じゃあ交換率が下がれば勝ちやすくなるのかっていうと、そこはわからないけども、交換率の上昇が一つの原因ではあるのあるとは思ってますね。まあ交換率の上昇だけじゃなくて、他2つ、客数の変化と台単価の上昇なんですけど、この交換率の推移の上昇がもう客数にも影響してるかなと僕は考えてるんですが、そこは次回のお話にしようかなと。で最後に、交換率のメリットデメリットと定換金のメリットデメリットをお話しして終わりにしたいと思います。交換率の、まず高交換のメリット、その1、一玉の価値が大きい、ゆえにボーダーラインをちょっと上回っただけでしっかり期待値が出る。2、展開に左右されにくい、特にこれ10日だと展開に左右されません。例えばこのクズジャイロが朝1回転目で当たって最後に1000ハマったけど大当たり、トータル20回出しました。次隣にいるパチンコ下手くそジャイロがいつも通り朝1000ハマって大当たり20回しました。これね、10日だと最終的に大当たり20回だったら収支も一緒だったんだ。ただこれ40玉だったら全然変わってくるんだよね。で40玉で1000円25回の台として話させてください。このクズジャイロは1回転目で当たったんで投資ゼロゼロにさせて、500円だけど厳密に言うとゼロで、で最後に1000ハマってますね。まあだから持ち玉で4万円分、まあ1万発飲まれてます。最後に持ち玉なんで2万5000円の価値ですね。対するこっちのジャイロは朝に現金として1000ハマってるんで4万円かかってるわけですよ、投資が。だから同じハマりを乗り切るのに、現金投資だと4万円かかるところがクズの方は2万5000円で済んでるんです、持ち玉なんで。もうだから1万5000円収支差が出ちゃうんで、下手するとしっかりトータル大当たり回数は出たけど収支がちょっとマイナスだったりで、展開負けというものが定換金自体はありました。これが2つ目、まあ展開に左右されない。3つ目、短時間しか打てない人、長時間打てる人の差が出にくい。これが今の持ち玉遊戯の話になるんだけど、昔は定換金の頃は持ち玉遊戯になればどんな台でも機械で 100% を超える台に大変貌したから、持ち玉で長く打つのが必勝法だったの。だから長時間打てる人が有利で、短時間しか打てない人は不利だったんだよ、ものすごく不利だった。ただ交換金になると、短時間しか打たない、まあ、長時間打てる人でもほとんど差が出なかったんだよね、トータルの遊戯時間が同じなら。交換金時代だとトータル1ヶ月100時間打ったとして、毎日3時間ずつ打ってトータル1ヶ月で約100時間の人と、みっちり毎日丸1日打てるけど月8日しか打てない人と一緒、ほぼ変わらないの。ただ定換金の頃は毎日3時間打てる人より丸1日打って8日間打てる人の方が収支は出しやすかった。なぜかというと、3時間しか打てない人は毎日現金投資のタイミングが来るわけよ。で持ち玉になっても
ほとんど持ち球遊具行かせなかったり、対する毎日長時間打てるけど8日しか打てない人は持ち球遊戯の時間もそれだけ長く持てるから長時間打てる人の方が有利でした。ということもあってこの3つ交換金率のメリットは1玉の価値が高いから少し開くだけで稼げた、展開負けがない、展開に左右されない、短時間長時間の差が出にくい。デメリットがハイリスクが高め、基本的に光 100% を超える台が見つけられないぐらいか。で定換金のメリット、持ち球にさえなれば機械 100% を超える状況の台を打てるので特定の条件下では誰もが勝てる台を打てた。2、展開負けってのがあるけど、逆に言うと展開が有利、初っ端朝一1回転だったらもう目の前の台勝てる台ですよ、やったねジャイアン。展開が違った期待値を一気に跳ね上げることができたんだよね、展開が良ければ。2、長時間打てば有利になる、それだけで有利だったということが、まあメリットとして挙げられるかなと。まあもう少し掘り下げるといろいろ出てくるんだけど、主にこの3つです。まあだからといってね、さっき定換金になったから今これから勝てるようになるの定換金の方がいいのって言われると、僕は正直そっちの方がいいとは思ってるんだけどね。そこはまあ難しい問題だけど、まあ勝ちにくくなった要因の一つとして挙げられるのではないかと思っております。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。